チャーシュー玉ご飯。チャーシュー玉ご飯は愛媛県の今治市の名物料理の一つであり、今治チャーシュー玉ご飯とも呼ばれる B 級グルメである。米飯の上にまず薄く切ったチャーシューを乗せ、さらに半熟の目玉焼きを乗せてから、チャーシューのタレで味付けした丼物料理。もともとは中華料理店、五番角のまかない食であったがその後に同店が商品化したもので、 チャーシュー卵飯と名付けられた。その後、同店で修行していた料理人が独立し、メニューに加えた。市内にはいくつかの飲食店でメニューに載っており、今日では今治市の名物料理の一つとなっている。2007年にはファミリーマートが愛媛県と提携して、弁当として商品化されており、また家庭用として複数社から専用のタレが発売されている。 今治チャーシュー卵半世界普及委員会が B-1 グランプリに入賞した。2006年に市民有志で作るチャーシュー卵半世界普及委員会が発足。2010年にチャーシュー卵半世界普及委員会が尾道鉄板グランプリで優勝した。その後に B-1 グランプリ出展を目指し、今治チャーシュー卵半世界普及委員会と改名。 2011年に B-1 グランプリ正会員に昇格し2011近畿中国四国 B-1 グランプリでは第3位に輝いた。その後姫路市で行われた第6回 B-1 グランプリではご飯物は不利と言われている中初出展にして第5位に入賞した。2012年2012近畿中国 四国 B-1 グランプリイントッリでは念願のゴールドグランプリを獲得した。また、北九州市で全国63団体が参加して行われた第7回 B-1 グランプリでは2度目の出場ながらもブロンズグランプリを獲得した。2014年第9回 B-1 グランプリインコーでブロンズグランプリを獲得した。 2017年西日本 B-1 グランプリイン、赤市でゴールドグランプリを獲得した。ありがとうございます。